文在寅政権を批判するインターネット論格のチョ・ウンさん氏が、ムン大統領の娘ダヘ氏の大統領府での官邸生活問題について、親子関係も民主的な決闘にだけ許された特定だと批判した。著氏は9日、自身のブログを通じ、基本的な権利すら奪われた世の中では、その権利は恩恵に他ならないと述べた。 諸氏は、一国の大統領が娘と一緒に暮らしているということを非難する気持ちは、親子が一緒に住めない国民の窮屈な立場から出てくると述べた。 国民の暮らしを見るとソウルに住む親が首都圏の郊外に転勤した子供と孫が心配で引っ越しをしようとしてもそう簡単ではない。住宅価格は私が住む町だけ上がればいいが、害虫が10億ウォン約9500万円台になっている状況でいいことなど何もない。とした、譲渡税重化に賃貸規制まで重なり、簡単に引っ越しができる状況にないとも強調した。 これに先立ち今月8日、ダヘ氏が昨年末の帰国後、子どもと共に大統領府官邸で1年近く生活していると報じられた。野党は大統領の執務や住居、外品接点などのため、 国民の税金で運営される大統領府に未成年者でもない大統領の家族が一緒に住んでいることをどう説明すればいいのかと批判の声を上げた一方与党である共に民主党側は野党はもう両親と一緒に暮らすことさえ難癖をつけると対立した。 大統領府は、大統領と家族に関する事項は、大統領などの警護に関する法律の警護安全上、具体的に確認することは難しいとしながらも、大統領家族の警護および居住に関連して、法令に違反したり不適切な事項はないと述べた。